バプールソースオレギュムは以上の手順で調理します。これはスズキ以外にヒラメ、イトヨリ、アマダイなど他の白身魚でも合います。はい、次の料理いいよ、用意して。はい。プラス2です。シェフ、この料理は？はい、ユイトル・エ・ポワロ・オ・キュリと言いまして。ユイトル・エ・ポワロ・オ・キュリと。ええ。あ、近所さん、ちょっと待って。え？こっちの向きの方がいいんじゃないかしら。え？うん、いいわ。じゃあ近所さん、続けてください。あ、近所さん、ちょっと待ってください。え？やはりこちらの方がいいんじゃないでしょうか。ちょっと待って、栗田さん、こっちの方が絶対いいわよ。でもこれの方が正面にいいと思うんですけど。いいえ、こっちの方がいいわ。でもこっちの方が。金城さん、どう思います？そうね、金城さんどうかしら。え、まあどっちでも同じじゃないかな。全然違うような気がするけど。ん？驚き、女子大生じゃないんだ。じゃあさ、フリーターってわけ。金城さん、どうかしました？フリーターなうみちゃん。あ、山岡さん。なあ、まゆみちゃん、さえこちゃん、それにれいちゃん、フリーターなんだってさ。あ、ねえ、ひきくん、栗田くん、なんかあったの？取材中。あら、何言ってるんですか。山岡さんがサボってるからじゃないですか。え？山岡さん、マリコさん。あ、はい。はい。二人で何こそこそ話してるんですか。その、仕事も終わったことだし、みんなでほら、パーッと飲みに行こうかな、なんて、ねえ、ニキさん。そうね。金城さんもどうですか。はい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 。おじちゃんはお疲れ様でした。まあ、いや、仕事の後の一杯はうまいね、ほんと。いつも美味しいくせに。ん？それに山岡さん、仕事してましたっけ？トニー、いつまでも。もう山岡さんったら、さっき助けてくれないんだから。まあまあ、栗田さん、いいじゃないの、あれはあれで。ねえ山岡さん、世界味巡りに困ったことがあったら相談に乗ってもらえますわよね。え、当たり前じゃないか。だから仕事手伝ってたんじゃないの。もう調子いいんだから。山岡さん、もう一つどうです？いや、ありがとう。ニキさんは気が利くな。ごめんなさい、金城さん、気がつかなくて。どうぞ、いかがですか？あ、ありがとう。金城さんの食べ物の写真、とても評判いいですよ。いや、これもみんな栗田さんのおかげさ。栗田さんが俺を説得して、この仕事をやらせてくれたからですよ。私なんか、もともと金城さんの写真の腕は素晴らしいし、あとは対象に対してどれだけ興味を持って迫れるかってことだけよね。え、いや、そうなんだ。本当のことを言うと、俺自身対象にどれだけ迫れてるかわからないんだ。え、金城さんでも？どういうことかしら。うまく言えないが、いつも違うんじゃないか、まだ何か足りないものがあるんじゃないかって、そんな気がしてならないんだ。何かって？それが分かれば苦労してないよ。食べ物を取り始めて間がないからそう感じるのでは。
それだけだったらいいんだが。列車い。うん。よお。あ、どうも。ああ、こちら東西新聞文化部さんです。例の究極のメニューの担当者です。こりゃ光栄だね。するとこの寿司屋は究極の寿司屋かな。では究極の寿司の食べ方でも拝見させていただこうか。まあまあ先生方、ここは一つ。嫌な感じ。誰なんだ。帝都新聞学芸部長の平野さんです。ふん。さあそろそろ山岡さん、何か握りましょうか。え、ああそうね、俺はいいけど、金城さんは。金城さん腹減ってんじゃないの。ああ俺は握ってもらおうかな、もう腹ペコだから。何からいきますか。カジキありませんか。え、カジキ、カジキですよ。え、カジキ、カジキ。すいません、あいにく今日は切らしてまして。やっぱりないのか、残念だな。こりゃ参った、カジキだって先生。冗談じゃないよ、カジキを注文されちゃ寿司屋もかわいそうだね。カジキの刺身なんてゴリゴリしていて油臭くって、あんなものはバスへの大衆食堂で食べるもんですよ。いや呆れたもんだ。まったくお里が知れるね。これじゃ究極のメニューが至高のメニューに勝てるわけはない。勘違いするな。俺はフリーのカメラマンだ。東西新聞の究極のメニューとは無関係だ。しかしあんなうまいものの味がわからないなんて、至高のメニューもたかが知れてるね。何？ゴリゴリしてて油臭いだって、あんたたちの舌どうかしてるんじゃないのか。なんだと。もう一遍言ってみろ。ああ何遍でも言ってやるぜ。金城さん、放っておきなさいよあんな人たち。おい、あんな人たちとはどういう意味だ。食通とかグルメとか言われてるくだらん連中ということだ。貴様、金城とか言ったな、許さんぞ。お客さん、やるなら表でやってくださいな。ただし、こちら柔道三段だそうですぜ。え？別に喧嘩やろうなんてな。ああ。え？山岡さん。前にもあったな。え？同じようなことがあったんだ。今と同じようなことが。ある偉い先生のアシスタントをまだしていた頃のことだった。初めて連れて行ってもらった寿司屋で、やはりカジキを注文して食通自慢のその先生や連れの人たちにあざけられなじられたことがあった。でもその中で一番答えたのは、お前の親はろくなもの食わせていなかったんだなと言われたことだ。そのことで大喧嘩となり、先生のところクビになったんだ。それ以来どうしてもカジキの刺身を食べたくて注文するんだけど、どこの寿司屋にもなくて、親父は俺が小さい時に亡くなってしまって、お袋は再婚もせず女で一つで俺たちを育ててくれたんだ。お袋は身を粉にして一生懸命働いてくれた。でもうちは貧しかった。ごちそうなんか食べたことがなく、三度三度食べるのがやっとだったんだ。でもたまにお袋がカジキの刺身を買ってきてくれた。お袋は買ってきたカジキを大事そうに皿に並べて出してくれた。俺たち兄弟にとって世の中にこんなうまいものはない。あまりの美味しさに頬が落ちるとはこういうことかと思った。そんな俺たちをお袋は嬉しそうに見てた。だからカジキの刺身をバカにされると、お袋が貧しくて働くだけで食い物の味もわからなかったのかってバカにされているような気がして、それ以来食通と聞くとつい反発心が起こってしまって、ましてグルメなんてまっぴらだと思うようになったんだ。だから食べ物の写真を撮ることに挑戦心をかきたてられることもなかった。
それがさっき言ってらした、まだ満足したものが取れていないということと関係あるのかしら。かもしれない。山岡さん、本当はどうなんだ。知っていたら教えてほしい。カジキの刺身、俺は本当にうまいと思った。それは過去の思い出を美化しているだけなのか、それとも。金城さん、お母さんと一緒に暮らしたのは千葉かい。ええ、千葉の調子ですけど。どうして分かったんですか。わけがあるのさ。それでカジキを食べた季節は。食べた季節？鼻水すりながらガツガツ食べたことがあるのは、今みたいに寒い季節だったような気がする。なるほど。平野さん。え？後日もう一度皆さんを誘ってこの寿司ともにいらしてくださいませんか。それは構わないが。世界味巡り、次の仕事は決まったな。え？調子に行く。調子？何を取材するんですか。月ん坊さ。月ん坊？山岡さん、月金棒って何なんですか。海の近くを泳いでるマグロ、カジキ、サメなんかを漁船で追いかけて森を投げて取る方法さ。森を投げて。森？そう、宮崎や大分、静岡や千葉の漁師の特技で、日本独特の方法なんだ。ちょっと荒れてるようだな。冬はいつもこんなもんですよ。あ、そうだ、栗田さんと二木さんはここで待っていた方がいいんじゃないかな。大変だから。そうしたよ。私は行きます。え？私も行くわ。ああ、大丈夫かね。
きいですね。これがカジキマグロ。マグロにもいろいろあるのね。いや、俗にカジキマグロというけど、カジキとマグロは科が違うんだ。え？どう違うの？マグロはサバ科の魚で、カジキはマカジキ科かメカジキ科の魚だ。マカジキ科にはマカジキ、黒皮、白皮。メカジキ科にはメカジキ。これはマカジキだ。カジキの中では小さい方さ。へえ、これでも。でも一番うまいのはこのマカジキだよ。え？うまいと言ったって。正直なところ大したことはないんだろ。俺は子供の頃そりゃうまいと思ったけど。さあ、それはどうかな。ま、とにかく一番うまそうなところをもらって帰ろうか。栗田さん、どう思います？私には写真のことはよくわかりませんが、何か物足りないような気が。そうなんだ。何かが足りないんだ。それが何なのか。どれもみんな素晴らしいんじゃなくて？そうだろうか。そうよね、山岡さん。あ、まあ言われてみると確かにテクニック的には抜群だし、いろいろな角度から撮ってはあるが、はっきり言っていまいちって感じかな。あまあとにかくこれから食いに行くか。マカジキの寿司をさ。山岡さん。お待ちどうさま。きれいね。ほんと、だいだい色がかった桃色といえばいいのかしら。ま、食べてみて。平野さんたちも召し上がってみてください。あ、じゃあいただきますか。はあ、確かに色はいいな。でも肝心の味はどうかな。さあ、金城さんも食べてよ。これだ、これだよ。お袋が食べさせてくれたカジキの味だ。おいしい。ほんと、なんといういい香り。とろりと柔らかい、なんともたまらない感触。これが本当にカジキなのか。油が乗ってこってりしてるのに、油臭くなく癖もなくて、冷凍マグロにあるようなエゴいようなしつこさもない。軽く甘みがあって後口がすっきり、とても爽やかだわ。刺身で食べてみますか。あ、はあ。さあどうぞ。1月と2月、房総比から三浦半島沖の月ん坊で獲れたマカジキのうまさは本マグロもかなわない。季節外れの黒皮や白皮は確かに大してうまいもんじゃない。だからカジキは低く見られがちだが、カジキの進化を云々するためには真冬のマカジキを食べてもらわなくては。
金城さん。は？お母さんは貧しかったかもしれないが、味がわからないどころか最上のうまいものの味を知っていたんだ。こんなおいしいものを食べさせてくれたお母さんは素晴らしい人だよ。いや、お恥ずかしい。散々無礼なことを言っていい勉強をさせてもらいました。本当です。究極のメニューと至高のメニューの対決、これからが楽しみです。ありがとうございます。山岡さんのような人がいるからなかなか勝てなくてそうか。え？食い物、食い物って人の心が込められて、畜生、俺にはこのうまさを伝えるだけの迫力ある写真は撮れていない。よし、もう一度言って撮り直してくる。金城さん。金城さんの写真見てください。あ、すごい写真ですね。傑作よこれは。本当、山岡さんのおかげで世界味巡りまたまた大成功ですわ。こら山岡、東西苦楽の仕事ばかり熱心になりよって、究極のメニューの方はどうなっとんだ。は？山岡さん、副部長にいじめられてかわいそう。東西グラフに移ってらっしゃいね。ああ、そうしようかな。究極のメニューはどうするんですか？あら、栗田さん、あなたがおやりになったら。え？冗談だよ、栗田君。な？冗談でこんな大事なこと言うもんじゃないと思いますけど。あら、冗談じゃなくてよ。ねえ、山岡さん。え？そうですよね、山岡さん。はっきりしてください、山岡さん。山岡さん。いや、つまり、あー、やだ、山岡さん。あー、いねーな。なんでいつもこうなんだよ。なんで。流れる窓より映る